はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。ベラトール逃走中、朝倉未来が大晦日に絶対出場する恥ずかしい理由についてです。なんとベラトールの対抗戦が決まってしまいました。しかもこのベラトール対抗戦を一番最初に言い出したのは朝倉のみっくんでした。朝倉のみっくんは今年ライジン側としては本当はフェザー級のトーナメントをして盛り上げたいという意識がありました。しかし肝心の朝倉のみっくんが強い相手とはやりたくないということで拒否しました。その言い訳としては UFC に出たいからと言っていました。さすがに UFC に出れるような戦績ではないのになぜ契約できるかというと、なんと YouTube の登録者数が多いから契約できるとわけのわからないことを言っていました。そしてその後言い出したのがベラトールの対抗戦で強い外国人と戦いたい、 AJ マッキーやピットブルと対抗戦をしたいと言っていました。そしてこれがまさかまさかの展開なのですが、ライジンがおそらくザマッチのお金や詐欺のお金があるので呼べたのだと思うのですが、本当にベラトール対抗戦を実現させ、なんと AJ マッキーピットブル、アーチュレッタ等々が来ることになったのです。本当に快挙達成と言えるでしょう。でそんな中、朝倉のみっくんは9月にしょうもないメイウェザーとのエキシボンマッチを終えました。ノックアウトされたものの、その後には YouTube でお酒をガンガン飲みながら感想を話していました。そして最近では大晦日、我らの色白持ち肌ポメラニアンより可愛い平本蓮くんにドミネーターに勝ったら大晦日戦ってやってもいいぞと挑発までしていたのです。普通にメイウェザー戦後お酒をガンガン飲み、大晦日も平本蓮君と戦ってもいいと挑発し、大晦日戦う準備をしていたにもかかわらず、なんと AJ マッキーやピットブルが来るとことを知った途端、頭が痛い、戦えないと言い出したのがミックンでした。しかもベラトールの正式発表が記者会見が始まる前にいきなり試合を無理やりさせるのは団体やファンが悪いとわけのわからないことを言い出したのです。おそらくミックンとしては前回のベラトール対抗戦のように、なんとかマカパのように強そうで弱い外国人が来るので戦っても勝てるからいいだろうと思っていたところ、 AJ マッキーやピットボールが来てどう考えても勝てないのでいきなり頭が痛くなったのでしょう。非常に自分で発案し、実際に来たら強い外国人と戦いたくないので頭が痛いふりをし、しかも聞かれてもないのに無理やり試合をさせるのは団体やファンが悪いと言い出したのです。格好悪すぎるも程があります。しかし安心してください、朝倉のミックは今回出場するでしょう。というのも実は猪木さんの追悼試合が行われるそうです。ここが初めてのプロレスの試合が行われるとのことでした。そうなってくると出場選手はおそらくですがレジェンド UFC の殿堂入りも果たした桜庭選手じゃないでしょうか。相手選手が問題です。そうなった場合に僕は覆面レスラー X が来ると思います。昭和のレスラー同士の戦いを見せたいと思うのです。そして昭和のレスラー体型の少しデブな人と戦い、最後に引き分けドローで覆面レスラー取ったところ、おそらくですが朝倉のみっくんが覆面レスラー X として出てき、バファリン・ミクルという名前でプロレスラーデビューするのではないでしょうか。そしてちょっと前にボーボーというハゲ薬をプロデュースしましたが、今回はバファリンみたいなズキズキという頭痛薬をプロデュースするためにわざわざ覆面レスラーバファリン・ミクルとして出てきプロデュースすると思います。勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜は10時からライブ配信を行います。それではさよなら。